2025スプリングサマーコレクションですね。今シーズンのテーマは、ワールドウィズウォーターです。水の世界ですね。私自身は、例えば、光であるとか、風であるとか、空気であるとか、影であるとか、ちょっとこう、形にならないものをテーマに、UFO を作ることが とても多いんですけど、今回はその中でも水というものをテーマに選んでます。で、私自身が、地方の第3、第4都市ぐらいの、さらにその中でも少しこう、中心街から外れた田舎で育ったっていうのもあるんですけど、やっぱり小さい時からこう、水が周りにある環境だったんですね。例えば川のそばであったり、湖のそばであったり。で、そういうのもあって、なんて言ったらいいんでしょうね。本能的な理由だけではなくて、ちょっとこう、精神的な部分のそのつながりをすごく水というものに感じていて、何か今回はそういうところもテーマとしてその水を扱っているっていうことに影響しているのかなっていうふうにも思いますし、また水っていうのが、例えばその光とか、そういったものに比べると、その物質として存在しているというか、もちろん光も存在してるんですけど、なんていうんですかね。こう、水は流動的なので、形としてははっきりしないんですけど、実際にこう、きちっと触ることができるので、そういうその、物質としての強さみたいなものが、自分の中で感じる今の時代感に、必要なのかなっていうふうに思っていて、いつものテーマに、というか普遍的なテーマに加えて、少し存在感としての強さみたいなものを、洋服に入れることができればいいなというふうに思って、今回水というものをテーマにしています。春夏のコレクションなんで、例えばリネンとか軽い素材がすごく多いんですけど、例えばリネンの中でも、そうですね、ガーゼの素材ですとか、あとは少し質感のあるもの、これいつも使ってるようなものなんですけど、そういうものに加えて、ちょっとこういうオーガンジーのような素材ですね。オーガンジー素材で、少し、多分普通のオーガンジーに比べると、ちょっとこう加工を緩くしていて、元のベースの質感が出るようなものを作っていたりとか、あとは、こちらは、こちらはレオンの素材になるんですけど、もう少し、例えば張り感があったりとか、少し、厚みのあるレオン素材を自分は選びがちなんですけど、今回はすごく繊細で、ちょっとこう、落ち感がある美しいレオンの素材を使っていたりとか、何かいつもに比べると、少し質感を肌で感じてもらいやすいようなものをうまく使うことによって、ちょっとこう、主張を感じていただくというか、存在を感じていただけるようなものにしたいなというふうに思って仕上げています。で、または、例えば新しいもので言うと、こちらが、リネン紺のデニムなんですけど、こういうものも新しく使っていて、いつもよりはもしかしたら、素材の振れ幅がすごく多いかもしれないですよね。他には、そうですね。こういう、少し光沢感のあるすごく素材ですね。こういったものも、使ってます。で、これは水面に浮かぶ、ハシドイの、花のイメージですね。それがこう、ふわっとこう散っていって、水の表面を川の表面を流れていくんですけど、そういうイメージで刺繍を入れたこういうちょっと特別なアイテムとかもあります。そういうふうに少しちょっと今回は、いつものものに比べて少し主張を、入れていて、素材の振り幅を作ったりとか、肌触りの少し質感を感じていただけるような、そういうアイテムが多いとは思いますね。で、あとは、ちょっと特別なものですと、そうですね。例えば、こういう、中華ボタンを使ったアイテムというのを今回、珍しく出しています。今のようなブラウスと、こういうワンピースですね。で、もともとアジアンなイメージの洋服っていうのは、実は、少し入れていて、例えば定番で、
春夏人気がある、パンツのドーティーですとか、シャルアールパンツ、多分、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、そういうアイテムっていうのは、アジアベースのものから派生させてデザインを起こしてるわけなんですよね。で、実はこれには理由があって、僕はできるだけたくさんの要素が一つのアイテムに入ってる洋服を目指しているんですよね。で、そのたくさんの要素が、ここでしかないというバランスで成り立っている一着っていうのは、例えば、いろんな年齢の方とか、いろんな体型の方とか、その方が、こう、来た時に、それぞれの、その持っている雰囲気と、こう、調和して、それぞれに似合う洋服になっていく。で、それが、僕が目指す、そのいい服だな、というふうに思っていて、そういう意味で、例えば、ヨーロピアンなもの、アメリカンなものだけではなくて、アジアンなものっていうのを要素として入れながら、ミックスして、その、どこのものでもないものっていうものを作っていくっていうのは自分の中でとても大事にしていて、で、今回はその中で、アジアンなものっていう中で、ちょっと中華風のボタンっていうのを使ったものを、実験的には作ってます。で、まあ一見ね、やっぱり中華ボタンなんで、少しそういう雰囲気が出るんですけど、着ていただくと、すごくニュートラルで、いいイメージのものができたなとは思ってるので、ちょっと実験的に皆さんも見ていただけるととてもありがたいのかなというふうには思ってます。うん、あとは今回は、水のイメージですので、ブルーの系統の色がかなり多いですね。でその中でも、先ほどの中華ボタンの、こういったネイビーですとか、あとはそうですね、こちらのフレアドドレスのブルーですとか、少しこのグレッシュな中間色というか、何とも言えないバランスのお色ですよね。例えば、こちらのオーガンジーもそうなんですけど、これはムーンライトという名前の月光をイメージした色なんですけども、こういうふうに少し、グレッシュで何色なんだろうっていうふうに表現しづらいようなブルーっていうのが僕の中ではとても気に入ってるので、画像だと分かりづらい部分もあるとは思うんですけど、皆さんちょっとその辺注意して見ていただけるととてもありがたいですね。であと色の中で言うと、こちら定番のアイテムなんですけれども、よくうちで出している、メンシルクローンの、素材ですよね。でこれはパフスリーブブラウスという、定番のものなんですが、今回これはアクアという、まあ水をテーマにしている、コレクションの中ではとても象徴的な名前の色をつけてるんですけども、とてもその少しパープルっぽくて、ニュートラルですごい綺麗な色が出ているので、こちらもとてもおすすめです。はい、そうですね、水をテーマにすることによっていつもよりも少し存在感が出ていて、少し引っかかりがあるような洋服たちが今回作れたのかなとは思っています。洋服っていうのは、例えば生きていく中で一番人の身近にあるものなので、やっぱりこう、精神的な部分で関係性が生まれていくと思ってるんですよね。なので、何か鈴木孝之の服を着ていただくことで、少しこう、自信が持てたりとか、少しこう自分が、何か一歩踏み出すときに支えになってくれるような、なんかそういう洋服になってくれるととても嬉しいなと思ってるので、皆さんが気に入った一着を見つけていただけるととてもありがたいです。